日本四国地方徳島県徳島市徳島本町徳島本町は徳島県徳島市の町名内町地区に属している徳島本町1丁目から徳島本町3丁目まであり西から1から3丁目と並ぶ郵便番号は郵便番号7700853徳島市中心街の東部東西に伸びる 関西道路国道192号県道38号の徳島中央公園東端助島川間の南北両側に広がる。ただし、西端の一丁目は北側のみで南側は徳島町一丁目である。北は徳島町二丁目、中徳島町、南は徳島町一丁目、新蔵町、東は序人側を隔てて福島一丁目に接している。 道川には福島橋がかかり、福島一丁目と結ぶ。商店が軒を並べるが、精密パウロ教会がある。江戸時代は、本町、馬場筋、東浜川、三堀緑、徳島五前前と呼ばれ、城下の重要な位置を占めた家屋敷地だった。また、三倉前の大阪登る狭いを出荷する重要な役割を担っていた。東は、 江戸時代初期からあった福島橋に通じ、西は徳島城和紙の門に通じていた。ただし、徳島城と寺島川で遮られ、寺島方面には通じていなかった。南は新倉町と北は裏の日の戸を挟んで会所に隣接していた。明治には中徳島城や新倉町と共に徳島城の一部で、中央の道の北側は徳島城本町北。 南側は徳島町本町南だった。ただしいずれも幅は現在の徳島本町部分より広かった。1941年より現在の町名となった。1961年、国道192号線の西方に幸町立体交差が開通し、徳島本町は寺島方面まで通じる東西の幹線道路となった。 福島川に沿って、旧徳島藩時代の武家屋敷が一部残っていたが、改作された。福島橋宝泉堂。ありがとうございます。